村が海なんで、うん、町は逆のテーマにしようと思って、うんうんうん、でまあ普通の水の海と砂の海みたいな感じでちょっと砂をテーマに描いて、ただ砂なんだけどやっぱ船とかが行き来してる、うんうんうん、まあ作業船なんですけど、まあその船が行き来、どっちも船は行き来してる、うん、そんな場所の描き方するとちょっと面白いんちゃうかなと思って、砂っていうテーマを決めてて、行き来っていうのはロックラックと他の都市、まあ、モガにも船は行き来するじゃないですか、はいはいはい、でロックラックにも船で行き来はしてる、うんうん、まあ飛行船もありますけど、うんうん、そういういろんなそこに対してこう 船っていう要素も絡んでるというか、ハブ的な感じですか。そうですね、それがなんか描けたらなというか、どんどんこう集まってきて出ていく場所みたいな感じでロックラックっていうのがあって、でそこにこう人がどんどん集まったり、いろんな要素が集まるっていう場所が描けたらなっていうので、ちょっとこう高台っぽい雰囲気にしたいなっていうのがあって、初期のスケッチでもその辺出てますよね。そうですね、すごいこう高さを感じる場所みたいなのを作れたらいいなと思って、まあエアーズロックとかかな。巨大な岩盤の上に作り上げた昔から存在する都市というのをテーマにちょっと考えてみようということで、普通にこう砂漠にオアシスがあってっていうよりは、こう岩盤があってそこにこう器状になってて水が溜まってて、そこがオアシスになってるっていう感じのがなんか雰囲気あるなと思って。それはあれですよね、なんかいただいたものでも雨水じゃないんですよね。雨水じゃないですね、なんか雨水説の飛び方湧き水です。なんかその大連3のその設定資料をいただくときも、そのなんかドーンと真ん中に引き上げて、はい、はい、うん、まあ一応こうど真ん中にあるオブジェクトが、まあもう言い伝えではあるんですけど、うん、なんかドスンドスンと、まあ、地盤に刺さってて、うん、そこから湧き水を上から落ちてきたんですか。まあ、言い伝えではあるんですけど、うんうん、じゃ水を求めてもでかいモンスターがバーッと来て、うんうん、で、あ、ここにありそうだっつってドーンってこう、うん、つっついたけどダメで、うん、でバキーンってこう折れた岩が突き刺さったまま、それが残ってて、そこからこうじわーっと湧き水が出てきたっていう言い伝えです。あれこれ下からじゃないんですね、岩の下からじゃないんですね。いわゆるそのオブジェクトドーンなんすね。ドーンですね、っていう言い伝えですよ。なんかそれがこうちょっとジェイ・モーランの牙を見た時にあみたいなのがあるといいよねっていう、なんかきっちり決めないわけはないと思うんですけど。じゃあそのエアドロップってでもただその岩の上に町というか都市を形成してると、はい、やっぱ乾燥地帯の雰囲気とかの、うん、町というか都市というか、うん、なんかそういう雰囲気も入れて形成しててみたいな感じですね。なんかスケッチを見るとなんか、なんだろう、建物自体は土というか、そうですね、うん、建物はですね、あの中東のイエメンに、はいはい、土で作られて、うん、で石灰質の岩を溶かして表面に塗りつけて白くしている、うん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 、シバームっていう古代中世都市が存在してるんで、うん、これをちょっとまたモチーフにしてます。はあ、そうなんですね。建物とかはじゃあそういったそういったものをちょっとイメージして、まあ、雰囲気作って、まあ、ちょっとしたイメージという、うんうん、まあ、足がかりみたいなものにもなるんですね。飛行船がこう離着陸するところっていうのは欲しいなって言ってて、うんうん、でそういうものが存在しているのは、まあ、こう都市の中心にちょっとそういうものがあったりとかっていうのは欲しいよねっていう話はずっとしてたので、コメントでも相当大きな町ですか。なり規模的には今までの町のイメージでは一番大きい。ドンドルマンも結構大きかったですよ。ドンドルマンも大きいですよ、うん、そのあれがもっと区画的にこうグーッと広がっている感じのイメージですね、
本当こう大きい区画が4つぐらいゴンゴンゴンってあるような感じです。中心、あの湖のオブジェクトの中心にでかい区画がこう4つぐらい、はい、とか、うん、住民のとかそういう感じのイメージですね。その、まあ、建物の雰囲気とかさっき の, そのイエメンの、ね、シバーボをイメージしたっていう感じですけど、街全体としてはもう特にそういうのはなく、そうですね、まあ乾燥地帯の雰囲気はもう常にありつつ、うん、そのなんかね日陰がこうやっぱあったりとかっていうのはまあすごい意識はして、風抜けはよくしとかないとやっぱり熱がこもるねとか、だからまあアーケードとかも結構こう覆い切らずにこう傘だけを貫いていってるような感じでこうアーケード街作ったりとかのはすごくイメージで入れてます。ゲーム的にもまあ海というか水で遊ぶって藤岡さんが大きなテーマをどんどんとしてて、まあそれで村は水周りで構築していくけれども、じゃあ実際遊んだ時にその対比としてネイティブな海の村と、まあもう一つみんなで今度遊ぶ拠点っていうので、じゃあどれぐらいの規模でそこと水との差別化でどういうものがいいだろうとかっていうので、まあ砂漠っていうワードはなんとなくやっぱり出てくるんですけど、まあデザイナーの人は書いたあの GM モーラー、まあ、後に GM モーラーになってるあの砂を泳ぐ大きなモンスターっていうので、バッとみんなの世界観が頭の中でリンクされて、じゃあ砂だっていうのでできていった感じですね。砂上船に乗ってこうね追いかけてる感じとか、なんか生活こういうのがこういうのでこうなんか生活してる人たちがいるといいよねで、砂上船っていうもの自体も、まあ、今まであんまり描かなかったところで、ね、ここに来て新しいテクノロジーが、そうですね、うん、そのさらっとさっきから流されてる飛行船ですか。あ、はいはい、そのいわゆるこういう観測船っていう気球は今までやってないじゃないですか、はい、だからいわゆるこの貿易交易だったり、はい、多分人の、運んだりっていうところの、うん、いわゆる空路が出てきたのと初めてです、初めてですね、うん、まあ今まで描かなかっただけであったんやろうなみたいなのはずっと思ってたんですけど、まあゲーム中にリアルに描かなかったっていうだけではあるので、あの、あっておかしくないものだと思うので、で今回その一枚上の上にあってそれなりに高台だってなると、やっぱり陸路だけではしんどい、その発展しきらないやろうなっていうのもあって、そのちゃんと空路っていうのもやっぱりその設計に入ってきているというかですね、はい、だからまあ当然あるだろうという元で、はい、そういうのを描いてるっていう感じですね。まあ描き方的にはあの同じ世界のこの場所みたいなイメージなので、まあその地形とか環境に特化した文化レベルがやっぱり発達するし集約されるしっていうイメージではあります。それはもう常々そうなので特化していくっていう感じですね。今まで出てきた町とかとも貿易はあったりするの？あると嬉しいですよね。僕もそう願ってます。嬉しいですよね、はい、まあ、そういうのもあってあのやっぱ交易船とか村でもそうですけど、こういろんな場所にを感じさせる要素っていうのを入れたくて、で龍神族の故郷みたいなキーワードを埋め込んでみたりとかっていうのは、やっぱりこのモガの村だけじゃなくていろんな世界があってっていうのをちゃんとこう印象に入れたかったというか、そこからまたこうイメージが湧いてくれるとすごいいいなとか思ってたんで、で村長とかの設定にもこのモガとロックラックはつながっている設定があるので、うんうん、なので、まあ、そういうロックラックっていうものもモガにいても体感できるというか、うんうん、そういう場所があるんだなっていうのは何かこうキーワード的に埋め込まれたりもしてるので、うん、なんかつながりはあった方がいいかなと思ってますけどね。